文化活動を行う際の参考になると考えていると語ったということですそうですね。これロイターのあれですよね。はい、ロイター通信の聞いてえっとやっぱりね、さっき ＮＨＫ のこと言ったけど、はあ、ＮＨＫ は完全に放送法第四条違反してる。つまりね、えっと集会が悪いというデータと集会がいいというデータ。はい。それからスウェーデンが全く実施もしない、マスクもしない、何もしないでイギリスとかそういう周辺国よりか感染が低かった。えーえー、自然免疫でね。はい、あ。そういうその。 あ物を両方放送しないんですよ絶対しないんですよ、うん、それでワクチンがみんなに打つように、うん、ひどいことなってるだけ放送する、はい、実はねこれさっきあのちょうど出ましたから薬ね、うん、富山大学の先生は一番最初、えー、去年の1月、えー、1> 僕その先生の論文を読んだんですよ、はい、したら新型コロナはおそらくね接触感染だってってるんですよ、うん、だから集まるとか人と人とか三密とか関係ないってあの当時って今から1年以上前に はあ、それで僕はそれを読んだら非常にしっかりしてたからそれで僕もそれまでは空気感染が主なと思ったのにひますとか人と人とが集まるとかすると思ってたんだけどそこで例が先生が例書いてたやつが雑巾ですねだから患者さん感染者のいるところを拭いたものそれを別のとこで拭いたらみんなが感染した現在でもそうで接触してない人が感染するってものすごく多いんですよ。接触してないい人が感染するととかかどういうことかっ,て言ったら 雑巾とか机とととかこここうういうとこが介在しててるってことなんですねそれでその時に一番最初に彼はきちっとしたデータを出して書いてたからで僕も「トイレが危ない」とかね「屋形船でかんあの頃屋形船だった」「屋形船で感染したからっつって人と人じゃないかもしれないですよ」全部がトイレおしっこ行くから」って言ったんだけどそれも全然やらないんですよ。要するににね本当に国民 が感染しそうだという心配はしてないってことです。だから、そのデータは非常に重要ですね。はい、スペインだけど。はい 津田さんいかかがでしょうかあの僕、ちょっと最近驚いたことがあってね、うん、28日だったかな東京都の小池知事がですね緊急記者会見つまり翌日から連休初日を迎えるというので緊急記者会見を開いたんですよ、はいで、また同じことを言うのかなと思って、はいまあ、これ、ちょっと取材したんだけどもずっと見せてましたらね若干ね方向性というか、ね、考え方が変わったようで、はい、何かというと要するに飲食店は閉めますよとで種類の提供は認めませんよという形になった。 でそうするとね、これまではどちらかというと飲食店に行くことそのものが感染拡大につながるみたいなね、そういうニュアンス、おそらくそう理解されている都民であるとか、国民の方、多いと思うんですよ。とは若干、その時の緊急会見のニュアンスが変わってきてね、要するに、あのそういう飲食店に行って、お酒が入ると、大きな声で騒ぐ。 しゃべる、はいえー、そういったことが感染拡大につながってるんですよと、うん、もう言ってることが最近死に滅裂になってきて、えー、だったらそういった行為を、ねえー、やめなさいと飲食店の問題とか飲食店で会食することが問題なんじゃないじゃないかと要は大きな声で喋ったり大騒ぎすることが問題だって、うん、あなた正しく認識し,し始めてるよねと。えー だったらそういった行動をです、ねまあ、やめるようにあるいは変容するように促すのが正しい、ね、行政のあり方でないのかなって思うんだけどもそうじゃない。だからそこはね あのなんていうの一旦こういう方向で決めたらなかなかそれを、ね、間違っていたとしても改めて方針転換することはできないというとんでもないような状況になっちゃってるわけでなんでこのまま言ってるのかというとこれ過去にもこの番組で言ったことがあるかもしれないけども4月の19日からです、ね、ニューヨーク州、州ニューヨーヨク州ですねシティの方じゃない州全体はですね飲食店の営業時間を12時まで延長したんですよ営業時間を。 でびっくりしてでニューヨーク州じゃなく,州じゃなくて市の方にねシティの方にえまあちょっに話聞いてみたねニューヨーク州全体ニューヨークシティもそうだけどもえ営業時間延長0時までですよねなんでこんなことになったのかって聞いてみたらですねいや飲食店で感染が拡大しているというねえエビデンスがないと根拠がないと要はなぜ感染しているのかというと要はそこで派手なパーティー ね、これは宮沢、ね、東京,京都大学准教授いうところの日本的に言うとどんちゃん騒ぎ、えー、彼らは派手なパーティーという、えーえー、これによって感染してるんだから、それを自粛すらいい話であってね、だからもう、えー、近い将来、昼、え、夜、ー、営業を認めるよというところを言い始めたんですよ、えーえー、要するに今のスペインの話、ね、えーえー、アメリカの話、見てみると、だって。 あのそういった意味で考えるとね、ええ、日本だけいつまでこんなことをやって飲食店や寄せを苦しめてるんですか、ええって話になっちゃうのよ。はい、寄せ、先生、先生、先生、そんな見つめられても先生。<laughs> 夜ってか寄せの夜席と書いてるのあれ、はい、やっぱり集まってくるって意味？あの人をお客さんを寄せるという。はい、お客さんね。寄せるね。えー 昔は立派なな芸人がいたからなそ,んなそんなさ <laughs> 全く、ね、的外れな、ね、指摘で、はい、だってそれさっきのね医系技官じゃないけれども、えー、要は尾身さん自体がそのエビデンスはないけれどもってわけわかんないこと言いだしてあれにはねあの人ね、うん、エビデンスはないけどこうしてくれるってあなたはそれで学者なのって。<laughs> はい、次行きましょう学者ってエビデンスがないけど喋っちゃうんだうか <laughs> そうなんだこの頃の学者はね<あ>お金で喋っちゃうんだ <laughs> 言葉の意味が違ってきますよね順通りでよろしいですかああ、はい、ではこちらですね、えー、はい混沌インフル流行なしコロナ対策で減少とありますが続けて深入りまいりましょうえ日本経済新聞の記事を一部割愛してお伝えしますこの冬の冬インンフルエンザは 患者報告数が流行の目安とされる水準に達することなくシーズンを終えました。流行が起きなかったのは、